レイムさんを料理するスライダーこれはプロでも打てねえわ。はい、どうも皆さんこんにちは、こんばんは、ドラミです。本日ね、パワープロ界最高のスライダーを持っている高梨雄平投手、作成していきたいなと思います。スライダーレベルマックス、あとはキレ丸、脱三振、技術丸、クロスファイヤー、球持ち、緊急登板丸に球速安定、アウト得7種類。今回この高梨雄平さんを左打者キラー、まあ折り辺はスライダーで作成してということなんで頑張っていきます。よろしくお願いします。いやーすごいっすよね。去年が防御率3点台で、それ以外防御率1点台とか防御率2点台とかも安定してすごい成績を残してる選手、それが高梨さん。いや来たー、3点コンボ来たはい、ということで新島とのどかとなごみコンボが揃いました。早すぎんか。3回戦ワールド高校でディレードアーム、ちょっと2回戦コンボを狙えるように立ち足はやっぱ取っときたかですね。これでいきます。まあいきますか。そう、金徳鉄腕も狙えるんで強い。お、イレブン工科大学、ちょっと待って、ハサミと蝶のコンボでクロスキャノン、神山と夏のひまわりコンボで脱三振のコツレベル4と緊急登板のコツレベル2。いやこの2つがでかい。悩むことありませんでした。イレブンいきます、いこう。コンボ1個目、なごみちゃんと夢城優香コンボ、じゃあ夢城のどかとなごみと新島コンボ、この3人コンボで金徳鉄人鉄腕左打者キラ、この3種類の投手系の金徳が手に入ります。原因は何なのかがわからん。あ、6面大学来た。高梨さんクロスファイヤーの金徳いける？クロスキャノン、え強っ。ショートがここで無視か取れるんでひとまずサクセスキャラ埋めることできました。いや6面大学か、マジか。コンボ2個揃ったし抽選箱もゲットついてるね。これはさあ投球操作が来れば特に負けている場面でも初球、あと最低でも変化球一人3、4回必要ですね。第2球を投げました、打った、ファール、ボールカウントはノーボール2ストライク、逆転のピンチ。さあ次は何でするのでしょう。スクリューとクレセントムーンしか投げ、空振り三振、立花選手よし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 、うわー2アウトか。立花選手このリードは守りきりたい。微妙なラインキャッチャーはどのボールを要求するのか、すっげえ微妙なラインじゃんこれ。立花選手ここ絶対何が何でもゼロに抑えなきゃいけない。かつ変化球一人が必要。初球から送ってきました、ナイス。いやナイス守備 OK。 なおもピンチが続きます、2アウトランナー2塁となりました。そして迎えるバッターは村瀬選手、よし須崎選手、この場面いやこれでかいですね。変化球一人2個、これで3アウトチェンジ。10回の表が終了して、あとはホームラン打つだけ。ここで予期せぬところで結果を残す波風選手が登場です。あー波風大番狂わせ、チャンスへパワーヒ、内野安打丸。第2球を投げた、大番狂わせお願いします。外角低め、これが大番狂わせや。いやもう波風さんがいなかったら終わってたこのゲーム、危な。いや抽選箱ゲット、各経験点180点以上、ありがとうございます。乗り越えている。コンボ2個目、蝶のハサミコンボいきました。このイベントで金徳クロスキャノン、クロスファイヤー高梨さん持ってるんで、その金徳クロスキャノンはめちゃくちゃ美味しい。赤徳支給、高梨さん持ってんだよな赤徳支給、これを残すかどうかまあ後で考えよう。高梨キッチンも取ろう。やっと今度はどうもです。福水はねパワーも高い。いやちょっと待ってね、はい、まず5分の2を外した。続いて3分の2ワールド高校お願いします。ドラフト、いや怖いんだけど2回戦6面で抽選箱引けてよかった、あっぷな。ワールド高校頼むよ、そろそろもう大丈夫だよね。福水いきます。変化球1人、最低でもあと2個。本当にバントするんかこれ。ナイス、スリーバント失敗、脱三振。さすがブレッドシュート、さすがパン屋さんのシュート、ピッチャーが有利なカウント、取れる、ナイス。サードライナー、これで2アウト、これで3点差でもクリアいきましたね。マキシマム
3点差でもクリア条件満たせるようになりました。引っ掛けた、しっかりと打ち取った当たり、タッチアウト。いやナイス。これでスリーアウト。では改めてリプレイをご覧。延長10回の裏から強振打ちいきます。エンタイトルツーベースみたい。ここでエンタイトルツーベース、エンタイトルツーベースが出たらゲームオーバー。ランナーそのまま一塁に。サヨナラのチャンス。あ、波風2試合連続サヨナラホームランお願いします。第5球は打ちました。球場は割れんばかりの。いやー、大番狂わせ強えんだよな。上限182ポイント、最後の一振りで超えました。ありがとうございます。3点差、勝利ボーナス 1.3 倍。スカウト264万人、もう大高月も取れる。どっち？ごゆっくり。さあエントランスホール、どちら？やる気は上がった。よし、アルビン須作コンボ、アルビン須作コンボで高梨さんの持ってる玉持ち丸の金徳ディレイドアーム、これで高梨さんの持ってる能力3種類を金徳化ですね。ありがとうございます。変化球ポイントめちゃくちゃ多いんだよな。あともう一つ1種類がギャネンドラと福水コンボの方でした。さあどうや、4回戦どこだ。うわーい、クロス球速のコツもらえるやん。でもこれ行くしかないでしょ。大豪月福水ギャネンドラコンボ行かずに大豪月社長コンボ行きます。こっちの方が強い。ものすごい、いやーナイス。これが牧島パワー。さあ来てくれ投球操作。7回の表操作なし。もう久々の動画見てパワープロ買ったのでまだパワーフェスしかプレイしていない。いやもうパワーフェスガチ勢じゃないですか。パワーフェスガチ勢、まあ、ガチなパワーフェスユーザーが増えてくれて嬉しいですね。いやー4点差でも超えないでしょ。6点差で最後変化球1人、9回の表変化球1人取れればギリいける。打ち取り全部変化球1人なんですよ。初球を打った。それでも変化球ポイントが9回までに届かない。クリーンヒット、いいバッティングを見せました。チャンスを広げて第3球はやべーでヤンスナイス。クリーンヒット。第3球投げた。いや太田亮さん化けましたね、日本シリーズ一気に。第4球はボール、打率4割ぐらいだっけ日本シリーズ。投球これから5球目、半端なさすぎる。いやちょっと届かないのかこれは。ダイレクトで当たった。頑張れー、行ってくれ。足を押せ。それでは良かった、操作来た。ーー今日2三振のここ来なかったらゲームオーバーでした。かつここで変化球アウト取れなかったらゲームオーバー。投げた、打った、怖すぎだろもう。はあ、乗り越えた。はあ、6点差ボーナス 1.6 倍、上限208点超えました。ありがとうございます。いやパチパチドラカツ、ありがとうございます。コンボ4つ目、大豪月社長コンボ、投手やつか一発目でゲット。なんだ今日のこの運は。え、リリーフピッチャー高梨さんに威圧感がつきましたね。え、もう流れが最高すぎるんだが、確率 50% まで厚さ。ガンダーロボのプラオ、ここはエミリー使います。さあ次の球ストライク、強打者丸発動、ピンキー B 発動、変化量アップ。3球目、落ちる球見送ってボール、オッケー。インサイドを攻めていきます。さあ4球目、ものすごい当たり。いやナイスバッティング。いやもう状況によって変化量が変わるアラン君、なかなかに怖いですね。まだスライダー見極められてないな。掴みました、サードへ送球。いやー村雨エッグ、これでツーアウト。いやー村雨さん本当エグい。でもその村雨さんがライトで助かりました。本当にセンターじゃなくてよかった。これは間違いないでしょ。あーよかった、2イニング目に入ってようやく変化量を見極め成功。この高梨さんも左打者へ。第3球投げました。高梨勝負やないか。いやこれ入るんか、ナイス。これでだいぶ安心感出たっしょ。なんだかんだ言って相手の代打構成によって
投球操作引けたおかげで経験点マックスいきました。ありがとうございます。ああ、なんとかした後で筋力ポイントを使おう。いや、久しぶりにクロエ使ったけど普通に強い。そして変化球中心の高梨さんね。いや、まずアウト1個目ないっす。そう、球数問題。1回の表なんと7球で3つのアウト。ありがとうございます。高梨さん最低でも6イニング。頑張れ。このスライダー高梨キッチン。レイブさんを料理していく。レイブさんを料理するスライダー。これはプロでも打てねえわ。レイブさん変わった。変わる。バツだ。まずい。さあ打てるときに言っていた4点差ボーナス 1.4 倍。筋力はもうほぼほぼ OK なんだよな。えノヒットノーラン継続中マジ。浜数にしか見に行ってなかった。四死球1被安打0。つえ。ハンダナイス社長。そっか、変化球中心つけるのが正解だったのか。いや、ナイスすぎるだろ。やばいかな。親子対決ムン。なんてことだ。完全にレイブさん料理されてんじゃんこれ。筋力技術精神が4イニングにして経験点完走です。臨床も超えてます。変化球が99ポイントあと変化球200ポイント。なんてこったい。ノーヒットノーラン継続中。なんだこれ。6イニング投げて66球、1イニング平均11球、許したランナーはフォアボール1個だけ。ノーヒットノーラン継続中。強すぎませんか。ヤスカもまだ発動してないのに。スタミナの残りがすげえ。上限マックスキープ達成。なんてことだこれ。スライダー行こう。スライダー当てるのが精一杯。ナイスアウト。もう完全に相手が料理されてる。高梨キッチンだけをストライクゾーンに入れればいいんじゃないかな。ちょっと怖いんでストレート発動。紫エフェクトでよかった。ナイスナイスナイス。いやもう当てるのが精一杯。打ち損じてるぞ相手。7イニング終えてまだノーヒットノーラン継続。威圧感のないレイブ回。ただね、打たれ強さ A だからナイスプリヒ。打たれ強さ A だから強いんだよなお相手さん。9者連続ホームラン打ってもまだピオリ状態じゃないですからね。レイブさん威圧感消えません。衝撃に備えよう。ホームラン打っても変化球超えねえんだよな。14点。なんてことだ。レイブさんがボロボロになっていく。弾丸ライナー弾。ありがとうございます。運が良すぎないか。一発目でコンボ3人揃ったよね初期面。そして2回戦6面大学を引いて3回戦抽選枠を使ってワールド高校が最後の最後で出た。強い。いや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 、もううちに食い込んでくる感がすごい。これストライクゾーンなんだよね。威圧感の 50% も当てた。スカウトで大豪傑も引いた。ナイスボール球。絶不調じゃなくてもだー。くっそ当たり弱かったのに惜しい。
高梨さん8回投げて92球、打たれたヒット8回でヒット1本、これボス戦だよね。変化球ポイントなんて終盤に稼いでますもんね。衝撃に備えよ。これまで過去最高の筋力ポイントは1500ポイント中盤ぐらい。1600ポイントいったら過去最高を更新できるけど、まだまだ遠すぎる。あーボール球投げよう。いやもうボール球投げるの楽しすぎる。勝手に振ってくれる。相手のミートカーソルの動きが追いついてない。高梨さん1安打ピッチング継続中。いやーもう折り辺無双だな。右バッター打てる気がしませんね。これおっと入ったホームラン。今かなりバットの根元じゃなかった。これ意地の一撃ってやつか。やりよるお相手さん。今のホームランか。いやでも打てるわけがねえ。くそー。いやレイブカイさんの底力を見ました。レイブン打線の底力を見た。いやー強かった。このスライダーフェスティバルありがとうございます。え、威圧感も発動するんでしょ。オーペナやばいでしょ絶対。はい、ということでボス戦7イニングノーヒットピッチングの高梨雄平投手作成完了しました。金徳鉄腕ディレダームクロスキャノン左キラー。いやめちゃくちゃ強かったなこれ。変化球中心、まあ、スタミナ S100 回復 B にしたんで143試合投げ切れるかなと思います。72回と3分の1を投げて防御率 0.25、 奪三振 10.9。 この防御率は初めて見た。歴史的ピッチングじゃん。 MVP くれって。 WIP 0.48、 KBB9.77、 自責点 2。 はい、ということで怪物ピッチャーできちゃいました。よかったらまた高梨さんパワーナンバーダウンロード、そして高評価チャンネル登録よろしくお願いします。パーないって 0.25